皆さんこんにちは。セラフ榎本愛犬家住宅です。今回はボルドーマスティフについてご紹介いたします。ボルドーマスティフは古代フランス犬種の中でも最も古い犬種の一つです。非常に力強い犬でボディも非常に筋肉質ですが、調和のとれた容姿をしています。性格は穏やかで落ち着きがあります。リーダーと認めた飼い主に忠実で従順です。重たい体を支えるために足腰は鍛えておく必要があります。毎日少なくとも1時間程度散歩に連れて行ってあげることが良いそうです。また水遊びが好きな犬種なので水泳で運動させることも良いそうです。以上でボルドーマスティフのご紹介を終わります。愛犬との暮らしに関する些細なご相談から承ります。お気軽にご相談ください。